ようこそお越しいただきました。あ、すごい、人ワンワンですが、ありがとうございます。本日はアニメジャパン2015、男女に出会いを求めるのは間違っているだろうか放送直前スペシャルステージにお越しいただきまして、誠にありがとうございます。本日司会進行を務めさせていただきます担当プロデューサーは中山でございます。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。ありがとうございます。間違ってます、いろいろ間違ってます。はい、ではそれでは早速ですが、今回のアニメジャパンを、で初解禁となりました、PV、の第2弾をご覧いただければと思います。お願いいたします。はい、というわけで、ご覧いただきましていかがしたでしょうか。ありがとうございます。ありがとうございます。結構1話の方からの先行カットとかも混ぜ込んでみましてですね、ちょっとあんな感じで進んでいくというところですので、ぜひご期待いただければと思います。それでは、早速、本日の出演者の皆さんを呼び込みしたいと思います。皆さん、大きな拍手でお迎えください。ではお願いいたします。まず、ベルクラネル役松岡義嗣さん、続きましてヘスティア役、水瀬いのりさん、続きまして、アイズ・バレンシュタイン役大西沙織さん、リル・カーデ役内田真也さんです。皆様大きな拍手でお迎えください。どうぞ。はい、では松岡さんからご挨拶いただければと思います。お願いいたします。はい、ベルクラネ役の松岡一作です。僕は強くなりたい。ありがとうございます。では水瀬さんお願いいたします。はい、ヘスティア役の水瀬いのりです。冒険者の君たち元気かい。よろしくお願いします。ありがとうございます。では大西さんお願いいたします。はい、アイズ・バレンシュタイン役大西沙織です。決め台詞的なのがちょっとないので、今日はよろしくお願いします。ありがとうございます。では内田さんお願いいたします。リリルカーデ役の内田真彩です。今日はよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。以上のメンバーでお送りしたいと思います。短い間ですが皆さんよろしくお願いいたします。じゃあちょっとお座りいただいて。はい、はい、というわけで、PV を、ご覧になっていただきましたが、あとちょっと控室でね、実は昨日1話がほぼ完パケた感じでございまして、ちょっと先ほどその映像とかもご覧になっていただいてたんですけど、いかがでしたか。いや、僕すごい見させていただいたんですけど、はい、絵が綺麗ということと、はい、なんか本当にファンタジー世界っていうのを、はい、すごい表現してるこう構図というか、構図であったりとか、こう音楽であったりとか細かいディティールとかっていうことですかね。はい、はい、なのですごい見てて興奮して、これ1話がすごい放送が楽しみだなっていうのが印象です。はい。安定の松岡さんですね。ありがとうございます。大丈夫大丈夫、全然大丈夫だよ。誰よりも緊張してて、すごいストレッチ、こうやってなんかゴリラみたいなストレッチ。ゴリラ言うなよ。ゴリラじゃないよ、ゴリラっぽいけど。かわいいゴリラでした。あ、ゴリラでした。はい、はい、皆さんいかがでした。はい、何でしたっけ、質問。PV 見たり、1話見たりした感想かな。あ、はい、でも PV は今見ていただいたのが最新の第2弾 PV でしたっけ。はい、前回の第1弾の PV で見た時よりもさらにセリフだったり絵だったりがついていて、で1話のアフレコの時にも結構もう絵がついていたんですよ。はい、でもさっき見せてもらったもう完成した1話はさらにそれになんかこう光の感じだったりとか、あとモンスターが出てきた時の音だったりとか、そういうのが加わってて、なんかさらに1話の放送が楽しみになったし、何度も見ていろんな発見がある作品だなと思いました。はい、ありがとうございます。一人ずつ聞いていこうかなと思ったんですけども、次のネタに切り替えてみようかな。わー、はい、置いてきぼりになりましたね。あ、いやいや、まあ実はアフレコもねそこそこ進んでまして、実は真ん中辺かな、ほぼほぼまで来た感じでございましてですね、まあ、かなり順調に進んでいますが、もうなので内田さんのリリーかも、はい、リリーももう登場している感じで、参戦しました。そうですね、アフレコの感じとかどうですか、大西さん、内田さん。まあアフレコの感じ、アフレコの感じ、アフレコの感じはなんだろう、みんな
私は周りの方と料理の話をしてます。危ない危ない、ちょっと余計なこと言いそうになった今。危なかった危なかった。料理の話ダメです、それダメです。余計なことって何ですか。危ない危ない危ない。違う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 、そういうことじゃないですよ。なんかすごい結構和やかで、はい、結構こうシーンとしてはがっつりシリアスなシーンが多かったりするんですけど、うん、意外とほんわかした雰囲気の中でアフレコ進んでるような気がしますね。そうですね、うんうん、結構大丈夫サーリー、あの去年の AJ でも私マイクガンってやって痛い目見たんですけど。そんなこともありましたね。はい、すごい楽しくアフレコしてるんですけど、はい、私合図じゃないですか、はい、合図があんまりあのセリフ量が、そうですね、そんなに饒舌なキャラじゃないんで、そんなに喋らなくて、毎回あ今日4話目まで撮ったけど今までで何ワードっていうのをみんなでチェックしてます、はい、あれだよね、今あの賭けしてるんだよね。そうです、終わるまでに、うん、あれ100でしたっけ、200いくかどうかぐらい。え、200は盛りすぎですよ。150じゃなかった？150だっけ。え、そんなないの。そうなんですよね。だから全話通して150ワードいったら、はい、私の勝ちっていう勝ち賭けを。負けると誰が何する。あ、何するんですか。負ける、負けると、うん、負けると、でも勝ったらなんか自分が有限定おごるみたいな話。そうです、そうです、焼肉を全員分奢ってくださるっていう、うん、じゃあサオリン勝って、分かった、頑張るね、応援するね。貯蓄がどのくらい減るのか。150は結構本当に微妙かもしれないですね。そうなんですよね。そうですね、うん、ちなみにこの前撮った内田さんだったあの話数だけ70ワードぐらいあったのかな。そうです、70プラス、いや100近くありましたよ。ありましたもんね、うん、だからまあ人によって全然その、ね、あの話数とあれによってもセリフの量が全然違うんですけど、うんうん、はい、まあ、そんな方も合図はやっぱりあの特に少なくて、だから結構ねニュアンス出すのが難しいんですよね。そうなんですよね、いっぱい喋らないから、やっぱりあの一言一言ごとがあの、はい、あんまり喋らないからこそなんかこう立つというか、はい、そうですね、ね、言ってることの説得力がすごいっていうのが合うので、はい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 、それが大西と相まってすごい、はい、いい感じな演技になってるんでないかなと、はい、素晴らしい、なんか松岡さんが先輩っぽくてなんか新鮮です。松岡先輩素敵です。先輩あのなんかあのそのつながりでちょっと聞いちゃうんですけど、あの松子さん的にベルってこう演じていく上で難しいところとか、あのここをちょっとすごく注意してやってるとかっていうところあったりしますか。あ、そうですね、あのやっぱりベルっていう役はあのやっぱりベルってすごいまっすぐな男の子で、はいはい、あのこうどれだけあのなんかある意味人から騙されたとかそういうことを思ったとしても、ベルは騙されたと思ってないっていうぐらい自分のなんかこう信じるものをこの人は信じられるって思ったら、騙されたとしてもそれを騙されたと思わずに信じるっていうところが結構難しいところでもあり、なんか自分で考えると結構そのあこれ完全に騙されてるじゃんって思うと、演じている自分としてはってことですよね。演じている自分としては騙されてるじゃんって思うんですけど、なんかそこがやっぱりなんかこうベルと松岡っていう人間のすごい違いなのかなと、はい、はいはいはい、僕はなんかこう人の言ってることがすごい敏感に感じ取ってしまうので。あー、なるほどなるほど、はい、はいはいはい、ベル君はどっちかっていうと自分がこうって信じたことにこうはもうまっすぐ行くと。あー、なるほどなるほど、本当に取り返しがつかないってことになるまではまっすぐなんですよ。そうですね、割とそうでしたね、はいはい、あー、なるほどなるほど、あー、いい、すごいいい話でした、ありがとうございます。あの皆さん、はい、はい、まあ、神様、神様、神様ですね。はい、神です。神様ですけど、はい、神ですなんですけど、はい、はい、ヘスティア、どんな感じで演じられていらっしゃいますかね。そうですね、でもヘスティアは本当に見た目は、まあ、ちっちゃくて可愛らしい女の子なんですけど、神なので、はい、やっぱりその神としてのちゃんとこう威厳っぽさとか、はい、まあ、ベル君を導いてあげたりだとか、そういったシーンも結構あるんですよ、はい、実はなんか PV の中でも最初にちょっとナレーションっぽく喋っているところだったりとかは、はいはいはい、ヘスティアの中のやっぱ神である部分
ていうのが出てて、でも普段はベル君に対してもう大好きだからスリスリ寄っていったりとか、すごい乙女な顔を見せてくれたりするんですけど、なので私の中ではそのカミらしさとごく普通の女の子っぽさを両方兼ね揃えていて、なんかすごいギャップがある子だなって思うので、個人的にはその乙女な部分を見た後にちょっと凛としたところを見ると、みんなあ、ヘスティア神なんだってみんな思ってくれるキャラなのかなと思って、はい、そこは割とちゃんとしっかり分けようと思って頑張って演じています、はい、そうですね、やっぱり、まあ、精神年齢って言い方難しいでいいのかどうか分かんないんですけど、やっぱり大人は大人なんですよね、そういった部分でね、はい、なんですけどやっぱりああいうふうに、まあ、ちょっと PV でもご覧になっていただいたように、あのすごく天真爛漫な部分がいっぱいあったりして、うん、なんかすごくベル君に対してはもう割とストレートに感情を出したりとかっていうところがあるので、うん、はい、まあ、その辺の緩急のつけ方とかをですね、すごく、はい、やっていただけてるのかなっていうふうに、はい、思いますので、なんかそういうところもですね、うん、ぜひ放送で見ていただきたいかなと思うんですけれども、はい、せっかくちょっとですねステージこういうふうに、設けさせていただいておりますので、ちょっとした、まあ、コーナーというか、企画をご用意しましたので、やらせていただければと思うんですけども、ちなみにこちらでございます、ドン、題して松岡さんに〇〇を尋ねるのは間違っているだろうかこれちょっとおかしくないですか、おいえいえいえ、ちゃんと番組タイトルに絡めるという正しいコーナーです。間違っているだろうちょっとはい、まあまあまあ、作品や日頃松岡さんについて気になっていることをですね質問してみようかなって思いました、はい、はい、もしかしてこれ事前に、あー、ま、ちょっとわかりました、はい、なのでいい解消期待します。ハードル大丈夫です大丈夫です、はい、じゃあ一つ目の質問しましょうか。一つ目の質問はこちらです。はい、ダンマジのアフレコ現場でいつもブースの端に座ってますよねあのこれちょっとおかしいですよね、これおかしいですよね、ちょっといや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 、アフレコブース、まあ収録するときに皆さんが入られるブースですよね。で椅子がまあ壁際に、まあ、備え付けというか並んでるんですけれども、はい、松岡さん必ず端っこに座ってらっしゃる。そう、端っこっていうのは、いやっていうのをなんでかなっていうのを皆さんで話していただければなって。ああ知りたいかもしれないです。はい、それは主役の方とかは結構真ん中、そうですよね、だいたい真ん中に、はい、はい、私の中ではあるんですけど、今これの並び順で、あ、そうですね、実は確かに、このままなんですね、このままのアフレコ現場、うん、こうだった、並び順だ、はい、こうですね、あのこれにはすごく深いわけがあるんですよ。短く話せますか。短く話せます、はい、じゃあ短く話していただけ、あのですね、はい、あのやっぱりこう例えばこれ僕の経験なんですけど、はい、やっぱりこうメインの方々のマイクって結構入りづらいっていうのがあるんですよ。やっぱりこうはいはいはい、こうマイクの位置の調整とか高さの調整とかもあるんで、はいはい、だからそこを考えていくと、はい、自分が端に座る理由っていうのは、はい、まず触れられたくないっていうところとあと自分から発する時には、はい、話はするんですけど、はい、基本的に、まあ、そこもあったりして、はい、で現場として考えると、はい、僕今段待ちだと左から1,2,3,4ってマイクが立ってるんですけど、4番目のマイクに入るんですよ。はい、一番そうですね、端のマイクに入るんですね、はい、右のマイク、はい、でそうなると、はい、やっぱりその右の3つがある意味自由に使えるって思うわけですよ。はい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 、他の方がね、ええ、はいはいはい、でそこで間に例えば3番マイクに自分が入っていたとしたら、はい、なんかこう4番マイクに入っていた人が、はい、3番は空いてるけど、はい、松岡さん使ってるから入れない、はい、だとしたら2番マイクか1番マイクにしか、はい、入れないって思うのが嫌なんで、はい、なるほど、だったら3番マイク 1,2,3 は自由に使えるよっていう配慮、なるほど、です。すごい深い配慮。そうなんです。なるほど。すごい深い配慮なんです。なるほど。それを分かっていただきたいんです。そうだ、そうなんですけど、皆さんいかがでしょうか。はい、なるほどという感じで、理解できました。マジでか。はい、話聞いてて思ったんですけど、要はまあこう向かってね、1,2,3,4って並んでるんじゃない。はい、でまあ3番のマイクがあるとするじゃない。はい、3番のマイクの一番前に座っててすぐ入れるようにしといた方が、はい、他の人たちの移動の邪魔にならないんじゃないかな。そこはそっとしておいてください。あ、そうすか、まあそうすか、そ
まあまあまあ、でもね、そこは、はい、なるほど、でもやっぱり4番マイクにスッと入れる位置の今のところがいいと、今のところがもう目の前に4番がある、なるほど、なるほど、なるほど、まあ4番マイクに入りしたい人もいるだろうなと思うんですけれども、まあいいです。ちょっと待って嘘嘘嘘嘘、はい、はい、で続きましてこのお題です。どうぞお願いします。はい、松岡さんが欲しいスキルは、これあの弾幕の世界で、あの要はあのみんなあの経験値が上がってくるとスキルをね、得られるんですね。でまあ、あのベル君も、あのスキルを身につけたりするんですけれども、はい、まあ、松岡さんとしてこんなスキルがあったらいいな、これは逆に皆さんにもお伺いしたいんですけども、こんなスキルがあったらいいなって思うのがあればお聞きしたいんですが、これイノリンと私はラジオで、あ、そうですか、じゃあそれはラジオで話したからラジオを聞いてもらおう。あれラジオだっけ。あれ違うわ、あれ特番の、あ、特番だ、はい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 、はい、そうですね、あの現在多分配信中の放送直前スペシャル配信番組、私がどこでもどこでもコロリンサオリ、あ、寝れるってやつですね、そう、どこでもコロリンサオリで、はい、私がどこでもコロリンサオリ、なんだっけ、私はどこでも寝れるってことだ、そうそうそう、物忘れの祈りで、あ、じゃあ物忘れの祈り、お、今自分でそれを忘れてた、さすが物忘れの祈り、本当にやばいですね、最近ちょっと物忘れが、はい、って感じだったんですけども、そうか、なるほど、なんか欲しいスキルみたいな、なんだろう、フレンドリーマーヤ、あー素敵。フレンドリーな私に。あ、でもフレンドリーですよ。本当、うん？春になってきたからちょっと開花してきたかもしれない。冬眠してる。冬は割と冬眠してるけど。なるほど。そう、なんかこう暖かい私をどんどん出していきたい。じゃ冬でも、冬でもこう温暖に咲く感じの。なるほど。じゃあそれに乗っかって、あの、うん、フレンドリーマーヤバージョン2で僕行きます。バージョン2。マーヤさん。マーヤさんではなくて、マーヤさんだけに発動するスキルではなくて、あのこう現場に行ったらやっぱりこう皆さんと一緒にこうあの、まあ、内心ちょっと話したいって思ってるわけですよ。はい、正直話したいと思ってるんですよ、はい、でも話したいと思ってるんですけど、なんかこう溢れ出る自分のシンパシーを抑えてしまう自分がいて、なのでちょっと話せないっていうところもあったりして、なのでやっぱりこうフレンドリーな、じゃあ、じゃあ次から真ん中に座ったらどうですか、ね、そう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 、ダメ、ダメ、真ん中から4番に、そう、だって今でもこう 1,2,3,4 って言ってる段階で、あの僕は一番落ち着いてるんですよ。え、じゃあちょっと今試しに入れ替えてみて、どういう居心地なのかっていうのを試してみればいいんじゃないですか。真ん中へで、一応こうなった方が左右の人と話しやすいじゃないですか、うんうん、そうですね、うんうん、いや、そうなんですけど、あの、え、でもだってその能力欲しいって、泣きそうな目で見ないでこっち、いや、そう、両方に女性がいるっていう場に耐えられないんですよ。だから、あ、そう、それもあって僕一番端に座るんですよ。マジか、え、ここに来ればトマツさんがここにいて、ええ、さらに女性に突っ込まれる感じに、はいはいはい、ここは一番デッドなんですよ。え、そこまでデッドゾーン、デッドなんですよ。これは本当にデッドなんです、僕の中で。本当、あれでも隣で座ってて皆さん松岡さんとお話とかってされますよね。私でもしましたよね、なんか、はい、何の話でしたっけ、なんか風の話、風の話、インフルエンザとかの予防の話、あーした気がします。なんか A か B かみたいな話、あ、そうです、そうです、うん、あとなんか普通にお芝居の話とか、あ、そうなんですよ、あの褒めてくれたんです、松岡さんが。いや、あの本当に皆さんのお芝居が、はい、あの僕聞いていて、あの、あ、本当にヘステアが息づいてるって僕思ったんですよ。息として、はいはいはい、でやっぱりこうなんかあの現場でやってると場ってそんな何回もやれないじゃないですか、はい、1回2回で1回テストやって本番やってって言って、でそこから直し入るとやっぱ挑戦できるところって3回ぐらいしかないんで、あ、そうですね、取り方の順序からするとですね、はい、はい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 、でもそこで水瀬さんのヘステアはあのなんかこう心に刺さるというか、うん、演じていてなんか、あ、これほど受けやすいというか、返しやすいというか、直接やり取りしてね、2人が一番されてますからね、はいはい、ベルとしてヘスティアに返しやすいっていう思いがあの僕の中ではすごいあって、それを伝えた時に皆さんえっていう顔をされたっていうのが
おおおおいや、そうじゃないですよ、本当に。いや、松岡さんがそんな饒舌に、はいはいはい、特にこう私から話しかけたとかではなく、はい、松岡さんから、はいはいはい、そういう風に会話の切り口というか、はいはいはい、をくださったから、松岡さんと私喋ってるって思ったらなんかすごいそんなにレアなことですかレアです。いや、これがなんかヒロインなんだなと思って。あいや、共演したことは以前なんかあったんですけど、その時はまあ席もちょっと離れてたりとかで、まあそんな会話もできずだったんですけど、こう主人公とヒロインってなると、こうなんか会話できるんだって感激しました。ありがとうございました。こちらこそありがとうございました。なんかこう、微笑ましいんだかぎこちないんだかよくわかんない感じ。割と人見知りしてしまうんですけど、でもすごい素直に嬉しかったです。やっぱ私もじゃあ松岡さん、やっぱり毎回座る位置変えていくっていうのはどうですか。それで、席替え、その時隣に座った方とお話をするんですよ、うんうん、いろいろと。じゃあ来週から…そうしましょう。なんかキャバクラ…いや、おーいじゃあ、おーいえ、おーい内田はどうなの。え、内田は、はい、隣に松岡が来たらどうどうどうか、なるほど。全然ウェルカムですよ。ウェルカム。はい、話してくださる。話しますよ。そんな話します、話します。話してくださる。はいはい。本当ですか。全然全然。わかった。じゃあ次から松岡さんが来た時に、ブースのどこにするかをちゃんと見とくから、違うよねってちゃんとトークバックで返すから。松岡さん座る違う違う違う。トークバックで返すっておかしいじゃないですか。はい。じゃあちょっとぜひですね、アフレコ現場でもそういった試しをちょっとしていただければなと思います。お願いします。もう一問あったんですけど、ちょっと時間がなくなったので飛ばしまして、次のコーナーに行ければと思いますが、はい、大丈夫かな。大丈夫ですね。はい、はい。じゃあ、すみません、ちょっとですねお時間迫ってきましたが、インフォメーションのコーナーに行きます。はい、ちょっともろもろご紹介させていただきます。じゃあまず一つ目はこちらです。お願いします。原作情報でございます。原作文庫、が1巻から6巻、外伝が1巻から3巻まで発売中でございます。テレビアニメ放送中はなんとそれがですね3ヶ月連続刊行でございます。4月が第7巻、これドラマ CD 付きのですね限定特装版、もちろん皆さんに出ていただいているものですね、まあ、ありまして、5月が外伝ソードオラトリア、これはアイズが主人公のやつですね。はい。で、6月に第8巻という形になっております。続きまして、はい、コミカライズが、進んでおります。ヤングガンガンで連載中の本編コミックの最新刊第4巻と、ガンガンジョーカーで連載中のこちら会津の主力の、外伝コミックの最新刊第2巻が3月25日来週ですね、同時発売となりますので、よろしくお願いします。4コマ漫画も好評連載中でございます。続きまして、はい、ラジオ、これ、皆さんとお兄さんでやっていただいてますね。はい、はいでございます。20日だから昨日か、ゼロ回のプレイ配信が開始しておりますという感じでございます。はい、お二人で頑張っていただいておりますので、はいはい、ぜひぜひ聞いていただければでございます。お願いします。ちなみにタイトルはラジオに松岡との出会いを求めるのは間違っているのだろうかこれは聞くとですね理由がよくわかりますので、ぜひ聞いていただければと思います。はい、続きまして、はい、放送情報でございますね。東京 MX を皮切りに、KBS 京都テレビ、愛知サンテレビ、 BS11 ATX にて放送が来週ですね、からいよいよ始まりますので、ぜひぜひお願いいたします。続きまして、はい、配信情報ですね。こちら、リアルミストアさん、ニコニコ動画さん、アニメ放題さん、バンダイチャンネル含めて、もろもろ配信をしておきますので、こちらもチェックしていただければと思います。はい、続きまして、はい、主題歌情報でございます。オープニングテーマ、エンディングテーマの CD が4月29日に同時に発売となります。オープニングテーマ、井口優香さんでヘイワールド、エンディングテーマは木島カーモンで、ライトザ、ライズという形になります。アニメ版ですとか限定版とかもろもろございますので、ぜひぜひチェックしていただければと思います。続きまして、はい、最後かな。公式サイト、が先ほど言っていた放送直前の特別番組をウェブで公開中でございますという形です。はい、あと最新情報は、その公式サイト&公式ツイッターの方で、更新していきますので、ぜひぜひチェックしてください。はい、でございます。というわけでですね、情報もろもろご紹介させていただきましたが、実はですね、ニコ生でご覧になる皆さんとはですね、ここでちょっと、はい、はい、お別れとかになりますので、じゃあちょっと立って一応ご挨拶だけ、はい、一言、一言というかごめんなさい、ご挨拶していただければと思います。ではすいません、ニコ生を、あ、もう正面ですね、正面を見れば、はい、正面にカメラがあの辺にありますので、はい、正面で見えないんです。そうですね、正面前の方を見ていただいて、手を振ってくださってる、はい、手を振ってるあたりですね。は
はい、ではニコ生をご覧いただきました皆さんありがとうございました。またよろしくお願いします。バイバーイ。ありがとうございました。